はい、こんにちは、夜のスピーチャーテレビの時間やっておりました。と言いましてもですね、今これからお送りするのは先日、10月の11日に録画させていただいた、サイマーさんの、すごく高いところにいらっしゃるお弟子さんの一人、デュイ・レイコさんの、ね、映像なんですが、ちょっと出家みたいな形になってるのかな、そういう形で修行されているような方でもあるし、でもサイマーさんが一般のところに行って伝えなさいという形で今回は私服でちょっと来てらっしゃるんですけど、それでまあインタビューがね、連日中だったのでインタビューを取れましたのでね、それをお送りいたします。見どころはですね、前にもこのテレビでお送りしたんですが、サイマーディクシャ、をですね、この映像を見てる全員に伝授されてしまうんですね。多分1時間まではいかないですけど、45分ぐらい先ぐらいからあると思うんですけど、その映像を見られると、まあちゃんと映像中で言いますけれど、その映像を見るとですね、全員にそのエネルギー伝授されてしまいます。ですから自己責任で見てくださいね、これ見てください。でその時にエネルギー伝授してる時にですね、北海道のある、有名な気候師さんがですね、光の玉が見えるみたいな書き込みがしてありましたけどね。いや、その伝授してる時に光の玉が見えるそうですよ。だからね、ぜひ皆さんもちょっと体験していただきたいと思うんですけどね。ということでね、サイマーディクションもさらにパワーアップしたというと、ご本人がですね、前回やった時より何倍なんでしょうね、2、3倍でしょうかね、わかんないんですけど、パワーアップしたサイマーディクションの、映像による伝授も含めたですね、デュイさんのインタビューをお送りいたしますので見てください。あとちょっとこの映像、これ再編集版で申し訳ないですが、1時間ぐらい経った時からですね、ちょっと音が悪くなります。ここ今 E のね、つなぎ合わせて作りましたんで、この前ね、テレビでお送りした時はユーストリームの方にはちょっと音があまり良くなかったんですね。でスティッカン版とユーストリーム版を今つなぎ合わせて、比較的前半部はよく聞こえる。で、後半部だけユーストリーム版しかないんで、それを組み合わせて、ちょっと音悪いんですけど、再編集させてお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。しっかりと聞き取れるようにということで、再編集して、再編集版ということで、改訂版、お送りいたしますので、よろしくお願いします。それでは、デュイ・レイコさんのインタビューをお送りいたします。今日はですね、川崎の方の、今来てるんですけど、急遽ですね、サイマーさんのお弟子さんになられますデュイ・レイコさんが、来日されてるということで、今日電話をしましてですね、インタビューできますかって言ったら、今日大丈夫ですよっていう話で、車で飛んできましてですね、川崎の自宅から今放送させていただいております。はい。ということでね、サイマーさんが、本当は5月に来日だったんですけれど、サイマーさんの、先生にあたりますサイババさんがですね、お亡くなりになられたっていうことがありまして、それで急遽取りやめになってしまったっていう流れがあったんですけど、それで、また5月、来年の5月ですかね、はい、また来日いただくということで、また決まったということなんで、楽しみなんですけど、今回デュイさんはどういう形で今回来られたんですかね。今回はサイマーのちょうど9月の末ですね、サイマーが電波の方で大きなワークショップを行いまして、そちらはこれから2012年の話、よくいろいろされてますけれども、はいはい、いろいろこの地上での大きな変更が行われるというエネルギー的な地球全体的にはいろいろ新しい、時代が来るということで、そういう話してる先生方いろいろいると思いますが、サイマーもこの、2012年というものはこれから
来るものではなく、もうすでにその時代に入っていると、はい、そういう話がありまして、それで特にここの10月からだから今ですね、まさしく10月からその新しいエネルギーが大きくもう地上に降りてきて、大きな変更の期間に入るということで、9月の末にそのデンバーの方でワークショップを行い、その新しい時代は多くの光が地球に降りてきて、すでに来てるんですけれども、それが倍増してものすごく、大きくこう入ってくると同時に、やはり地球の地上の上ではそれが地球の浄化のようなそういう現れがありますので、ある、人間界から見たらある大変な時期にしばらく差し掛かるっていうことで、それで9月のワークショップはそれが少しでも和らげるというか、少しでもそれに対応しやすいためにいろいろ特別な波動をみんなに上げてたんですね。それでその日本に私、それちょうど直後にこちらに私向かいましたけれども、その時にその新しい時代に向かっての新しい光 の波動、そしてそれの伴ういろいろこれからの混乱期にがある可能性が大いにありますので、その時に人の少しの助けにでもなるため そのヒーリングの癒しのエネルギーもその時皆さんに伝達させてましたので、その波動を今度日本に持ってき、そのちょうど今週この今終わった週末の間に数人の方々に そちらの波動を伝達させていただき、それを日本の皆さんに広げてくださいということで、そういうワークを やってたんですけれども。なるほどね、はい、やっぱりアセンションがやっぱり重要なポイントだっていうことなんですね。そうですね、アセンションの以前にまず目覚め、地球の目覚めと悟りの状態、はもう昔から言ってるのは、の仕事っていうのは本当に簡単である、世界全体が目覚めること、世界みんなが悟って、悟りってどういうことかって言ったら本来の自分を思い出すこと、そういうことなので、そのためにこの地球に降りてきて、そのために片面では教えっていう形でいろいろ今までは本当に特定な数少ない人しか知らなかった、教わらなかったようなそのミスティックな教えももっと世の中に広げていくのと同時に、それと同時にはエネルギーワーカーとしてすごくエネルギー の扱いがとても上手 な人なので、そのエネルギーを使ってその癒しのエネルギー、悟りのエネルギー、それを人々に広げていくという、そういう形をとって、その時代上昇ですかをサポートし、人の助けを、に励んでいると思います。なるほどね、そういったあれがあるわけですね、はい、じゃあ例えば来年の5月に来ていただくとなると、またそれもそういったやっぱり関連した形になってくるんでしょうかね。そうですね、今日私もサイマーと直接電話で話してて、来年の5月についてどういう形のものになっていくのかっていう話してたら、すごく去年じゃない、この春の5月に延期っていう形になった以来、ずっと日本のことが気になってまして、その当時津波が起こり地震が起こった時も体の中自身がそれ全部通り、体でもうそれを身にしみて感じてましたので、毎日そのワークをしながらこちらの日本に癒しのエネルギーをずっと その後ずっと送り続けているんですけれども、一刻とも日本のことを忘れることなくいつもすごく気になってたんですね。確か、前回のテレビを見ていただいた方は分かると思うんですけど、佐山さんの出会えた時なんですけど、佐山さん自身が津波になった時にこうね、骨がずれたりとか、背骨が数センチずれたんですね、そういった症状が出たわけですね。ですから身をもってね、その地震を、東京にいたわけじゃなくて、その時はあれはあの時はヨーロッパに行ってた、ヨーロッパですか、はい、外国にいたわけなんですけど感じてたっていうことなんですよね、はい、仕事自身がすごく
この地球の軸とつながってるんですね。以前もこれは去年の話になりますが、南米の方に行きまして、南米の、数人かの、あっちのシャーマンの人たちとも一緒にワークをしに行ってたんですけれども、その時南米を訪れた理由として、その地球の軸とサイマーの自身の背骨の軸をこう合わせて、今の地球のアセンションワークに伴うワークをしてたんですけれども、そういった形でも、の体と背骨と地球自身の中心の軸が統一されたエネルギーでも関連づいているので、地球上何が起こっても、体をこう経由して通るような、そういうことが起こっています。よくね、成人の方がその地球上で何かが起こってた場合は、自分がもうそこにいなくても分かっちゃうっていう話がありますけど、まさにその通りの状態ですよね。そうですね。やはり細胞も、人間の体を持って、我々と交流するためにこの体を持っていろいろ交流していますけれども、教えてる時以外はたの大半は本当に隔離されて、自分だけで静かなところで、とても深いレベルでこの地球全体のワークを常に行ってまして、一日の中もほとんどの時間を沈黙の状態、サイレンスの状態で口を利かない誓いを取ってますので、もう本当に深いレベルでこの地球のことで常にそういう仕事をしてます。なるほど。まあ深い瞑想ですかね。瞑想に入られていて、やっぱりその常にワークをしている状態だということですそうでね。すね。行しているというかね。それがまあ地球のためになるというか、地球全体のためにこうつながっていくっていうことなんですそうね。ですね。そのマーが言ってるのは、地球も今のアセンションの時代には、人間だけじゃなく、まず地球そのもの、母なる大地そのものがアセンションに向かってますので、その今波動がどんどん上がってるんですね。それと同時に、もう宇宙からすごいレベルの光が地上にこう注ぎ込まれて、雨のように注ぎ込まれてて、その高い波動と同時に地球の波動もどんどん上がり、地球が目覚め、地球がアセンション、全く違う時代に移り変わる、瀬戸際に来てるので、やはりそれに乗ってる人間たちも同じように上昇に向かってますので、全てが波動であるっていう教えをしてますので、じゃあそしたら、もし全てが波動であるのであれば、今の状態とそのアセンション状態の違いは何かって言ったら、一つは低い波動であり、一つはもっとより高い波動である。だから低い波動から高い波動にこう移動中っていうことになりますが、そうなると、今度低い波動のものが波動が変わると、波動はエネルギーですから、エネルギーっていうものはなくなることはないけれど変動されていくわけですから、その上昇するにあたって、今までの低かったエネルギーがこう変動されていきますので、その変動の間に、いろんな、症状としてっていうのでしょうか、現象として現れているのが、今の地上での、いろんな、大変な、いろいろ大変な出来事を、大災害とかもいう形になってたり、洪水が起きたり、地震が起きたり、いろんな形で現れてもいるし、もっと人間のレベルから言ったら、金融危機もものすごくどの国を見ても大変な危機に差し掛かっているわけだし、人間の感情のレベルでも、今まで抑えてたもの、今まで何世も何世も片付いていなかったようなもの、そういや造成そういう低い波動の怒りとか恐れとか、そういったものが上昇とともに表沙汰に出てきて、それが浄化される、それが今の時代なので、その大変さはみんな感じていますが、実際はそういう上昇の過程の中の起きてるものなので、それが起きてることは、最終的にはものすごく素晴らしい時代、言ってる黄金時代に向かって、それの、移動中ではあるけれども、この時代乗り越えるためには、とても
いろいろサポートが必要な時期になりますので、そのため本当にこの時期、まさしくこの時期のために今は生まれてきたと言ってます。多分もしかしてこの時期ってのは地球もいろんなことが起こっちゃうし、その国もいろんなことが起こっちゃうし、個人レベルでもいろんなことが起こっちゃうというのが今の時代ってことですよそうでね。すね。あと宇宙レベルでも、宇宙レベルでもですか。銀河系がそのフォートンベルトっていう光の、ベルトの中ね、このぐ、ぎ、あの銀河系の中でのある特定の地域を通過していますので、その地域の通過の中でも銀河系全体がものすごい光を浴びてますので、それも全て今変わりつつあるんですね。なるほどね。まあ、ってことは、まあ、本当に地球も国も人も全部いろいろ起こっちゃうってことですね。まあ、そうです個ね。人もですよね、私を含めて。みんなそうですね。今みんな揺らされてます。獣医さんも怒るんですか？そうですか。すべて揺らされてます。でも、そうですね。サイマーさん自体もね、そのサイババさんっていうので揺らされましたよね、大きく。ママの人生というのか、まあ、サイマーも私も会ってから10年経ちますけれども、やはりババが、サイババが亡くなられたその直前から今の間には、まあ自身がとてもいろいろ変わりましたね。我々の目から見たら、それはまあいろんな意味はあると思いますが、やはりこの時期に本当の仕事が現れるっていうことで、その仕事の切り替えの時期でもありますが、肉体レベル、実際サイマーの肉体レベルでも随分大きな変動があり、やはりサイババが亡くなられたっていうことで、宿命感もものすごくさらに増して、今の地球のためにいろいろやらなければいけないことがいっぱいあると。もうそうでなくても本当に24時間体制で動いてたのが、もうそれに増して、もう本当にそのフォーカスと、そこに当ててる焦点っていうものはすごいものです。もう、まあ、生きてらっしゃって、この地上にいて、やはり、まあ、重要なワークをされる方っていうのがそんなにいるわけではないのかなとも思いますので、やっぱそのうちの重要な一人なのかなっていう気はしてるんですが、もうサーバーさんはもういらっしゃらないわけだし。それぞれいろいろワークしに来てるマスターたちはいると思います。それで、やはりこれだけの大きな地上での変動期っていうのは、この創造以来初めての出来事、このレベルでは、もうこの地球だけじゃなく宇宙レベルでも、本当に初めての体験ということで、どういう状態に、どこに変動先が見え、やはりみんな口揃って見えないって言いますね。その壁の先がどうなっていくのか、そしてその中でこの時期のために生まれてきてる人はものすごく多くいるということで、だからそういう意味ではいろんなマスターはいる、いろんな聖者にしても、この地球のために、この今時代のために来てる人は数多くいますが、特定なエネルギーっていうものは、やはりその西洋と東洋をこう橋渡っていると同時に、とてもまあ多次元のいろんなレベルでその変動に立ち向かってサポートしているっていうところにあると思います。だからとてもプラクティカルなレベルでもサポートしてますし、まあ自身の、まあ歴史的にその自然治療院も行っていたし、いろいろ心理学的なことも、人のサポートもしてきたし、自分で子供も産んで、そういった家族的な面からも人のサポートも理解できるし、サポートできるし、もう普通の聖者とはちょっと違う。だから誰でもが語りかけられるような、誰の人生体系でも分かってもらえるような、それでもうなおかつその人間の、この通常の生活だけではなく、本当にいろんな次元レベルでのこのサポートができるって、だからそれだけの幅の広く、こう今の時代に向かっていろいろできる。
そのレベルのマスターは本当に珍しいと思います。ますますそのやっぱり役割というか大きいというか、ますますというか、まあ、今もすごいんでしょうけどね、ますますって変ですけどね、まあ、でもこうやっぱり普通の人っていうかから見るとあまりわからないですよね。多分相当いろんなことやられてるんだと思うんですけそどうですね、ね、多分想像に絶するいろんなことされてるんだと思いますけどね。そうですね、やはりエネルギーのマスターだっていう面では、我々ももう付き合いもある程度この地球では、数年の付き合いになりますけれども、やはりまあなあ、例えばちょうど今週末にそのヒーリングのワーク、そういったそのヒーリングの波動を扱っていろいろその仕事をしてたんですけれども、そういう教えをしてたんですけれども、その時のマアの波動を皆さん感じていただいたんですけれども、もう以前からマアのことを知ってる人でも、このパワーは本当にもう以前に比べても数倍に増して出してるって言ってましたけれど、確かに時代に合わせて必要個人個人に必要なレベルに本当にマアが一人一人にこう合わせていけるというのと同時に、地球上として必要なレベルにまた回して、本当にその細かくその度合いの調整とか見ながら、どこまで必要であり、個人的に誰がどこまで必要であれっていうのが全部見ながら、こう本当に大きな指揮者みたいなようにやってるのを見てるとすごいと思います。例えば波動を上げる相手を上げるのに、まあ、エネルギーをバーッと上げちゃうでもそれだけで解決しない問題っていうのもあるのかなって思うんですけど、多分その浄化ってそのエネルギー上げたら浄化されますかね？まあいろいろそうですね、まあ片面で言うと全て波動でありますから、波動を上げるとその元の波動は形変える、自然的に形は変わってきます。だからその変わってくる波動をどういうふうに扱って、まあ自身が全部きれいにするって言えば、そういう力を持ってるところもあります。誰かここに人を連れてきて、その人をその場で悟りの状態に連れていくこともできます。マアがそれやってる状態も私も見たこともあります。ただし、その急あまり急にここからここへと、そのレベルを変えてしまうと、要するにその人が自分で解決していない問題は、一回きれいにしてもやっぱり自分で癖そうでのあすよるようね。に取り戻し、やはりその作り直していくっていうことが出て、逆にその人にとってものすごい大変な負担になって生きてしまう。わかります。例えば、まあ、山登るにしてもね、まずその空気に慣れてなくて、その酸素が少ないっていう空気に慣れてないのに、急に山頂にバッと連れてかれたら、そこで「ああ空気がない」ってみたいになっちゃって大変なことになっちゃいますよね、慣れてなくて。でだからその人はすぐにもう、まあ、昔のところに戻りたいみたいな感じで、昔のその低い意識のところにまた戻っちゃうみたいなところがある。それで一旦そこまで行って落ちてしまうと、二度とこっち戻るのすごく今世では難しいとあ、そうなんですさか。れるんですね。えよくまあこのピラミッドを形付けて、このピラミッドの頂上、ちょうどギザのピラミッドでもそうですが、ピラミッドのキャップがあるんですね、一番上になってくると。でここの部分の最初のここまではだん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 こういろいろ片付けながら行くのは、ある程度ここまでは来るんですけど、最後の最後の頂上に上がるところでは一番エゴの強いところが残ってるので、なんとかここから振り落とそうとする、まあ自分の中でやっぱりそのエゴっていうものは生命を持ってますから、死にたくないわけですよね。でも完全に目覚めて完全に自分を思い出してしまうと、そのエゴっていうものが死んでしまうっていう意味になってしまいますので、ここで大きな争いが起こります、自分の中で。で何かの形で自分をそこから振り落とそう。それでそのエゴは誰よりも自分のこと知ってますから、一番手強い相手ですよね、敵としたら。 そういう意味では、だから、まあ、悪魔が来るというよりはエゴが来るんですそうね。なんですね。でそこでよく
急にあのここまでフォーカス一つに焦点絞って来たところで急にあの大恋愛してしまって全然違う方向に行ってしまうとか、あの思いがけない方向でここから引き離されてしまう。でここからここまで行って引き離された時のあとはここにまた戻るっていうのは今世ではほとんど見たことないって言われますけど。なるほど、一回落ちちゃうとなかなかもう戻れないんですね。はい、道外れちゃうと、うん、過去的にそういう時が多いって言ってます。まあ多分その道を良しとしてその人が思っちゃうから、それが設定されちゃうというか定着しちゃって、はい、なかなかまた意識を上げるところに戻ってこれないんでしょうね。なんかやっぱりそういう素直な気持ちになるしかないですからね。だからそういう意味で、だからまあもう昔はそうやって、まあ、世界全体の悟りとなったらあのできるだけ多くの人を早くっていうあの気持ちもありますので、最初の頃はそういうこともあったけど、その大変さを見て今では徐々にその下にペースに合わせていろいろ自分で解決しながら、そのまああの玉ねぎだった一つの層をこう取り外しながら、真の自分、本来の自分に目覚めていくためにあの作っていくわけ、そういう自分でそこの道を歩んでいくのをサポートしながら、それができるだけ楽に早くできるようにあのサポートはしてくれるんですけれども、そこまで一気には連れていくこともしてないですね。わかります、はい、本当に苦しくなっちゃいますよね。で、あんまり1章とか2章かけるも時間がないので、30年、40年かける時間ないの ね、はいはい、でね、今上がらないと間に合わないっていう状態、ね、そうなんです、あと2012年ここまでは来てますもう来年ですよみたいな、はい、それで最近あのアメリカとかヨーロッパでそのプロファンドヒーリングジャーニーっていうのを始めたんです。で20人の人をあの1週間隔離して、うん、まああと20人だけ朝から晩までこの玉ねぎ抜きですよ。すごいことしますね。それで、はい、一日中一緒にいてその玉ねぎ抜いて、夜は、うん、あのみんな寝てる間潜在意識に入っててそのパターンを崩して、だからその1週間出てきた時には、うん、そういったものを全部根っこから抜かれている状態になって、すごいな。だから30年分を1週間でやってしまう。へそういう結構ちょっと行きたいかなすごい枠すごい枠ですけれどもははは、それでそれを卒業した人が今ではアメリカで800人ぐらいいるんです。へえ、随分いるんでしゃるんですね。そうなんです。でそれだからその人たちがいるだけでも、うん、もうあのもうなんていうのか、そのお荷物がなくなってますから、うん、次の段階に行けるっていうことで、ちょうど6月に、うん、あの今年の6月に初めて今度プロファウンドアウェイクニングって目覚めのワークショップを行ったんですね。で目覚めのワークショップはもうお荷物ないから、うん、あとは目覚め、本当に自分が誰なのか本来に自分に目覚めるっていうワークで、うん、また1週間今度は60人で1週間まだ付きっきりで毎日もうその今度抜けた層から今度光の自分を磨き上げて本来の自分を見せてもらうというワークで、うん、あの大志卒業生で一緒に参加させていただいてるんですけど、あれはすごいです。あ、ジュリさんもそれ受けたんですね。はいはい、やっぱ、あ、そうなんですか。はい、あ、ウェイクも、ウェイクも受けちゃったんですか。はい、6月に受けてきました。悟っちゃいましたか世の中全然違いますね。あ、はい、世の中全然違います。やっぱり全てのものがもう自分であるみたいな感覚ですか。そうですね、つながりはあります。ははははで、その時は、まあ、60人卒業したんですけど、うん、この60人が一緒になる時はすごいそのあのもうお互い笑うしかない、他は何もないですから、うん、本当になんか他に何もない、だから他のものは本当に、うん、あ、本当じゃないんだなっていうのはすごくありますね。うん、ですからあとはできるだけ多くの人がそれと同じ状態、まあは体験じゃなくて状態を求めなさいって、体験は体験してまた体験忘れてしまうけど、状態が、うん、その状態になれればあとはその状態を整えるっていうことで、うん、ある種境地みたいなものですよね、その状態って意識の状態ですよね。はいはい、その高いレベルに上がってしまったら、まあそれが分かるから、それがちゃんと定着したら
そこにずっといられるよっていうことですよね、はい、で意図して下がる必要もないし、はい、まあ下がろうとまあ下がれるかもしれないけど、まあその価値があるかどうかわかんないですけどね。そうです、まあ、その時は、うん、あの無意識に下がるんじゃなくて本当意識してください、うん、自分で見えざるを得ないんですよね、うん、自分がこっち行った時とか、あまたこれやってる、またこれやってる、別にそれがやってない、だから人間のこれやこれに関わってないとかやってないわけじゃなくて、うん、ただやった時にはそれ意識せざるを得ないっていう形になって、でもそれが、まあ、悟りの状態ではないんですが、悟りに入るのワークに入る、まあ、前提で、うん、マーがそこに、あのだからその時その1週間終えた時、マーがこのワークしに私は来たんだ、やっと私の本来のワークができる、あの言ってすごく喜んでました。ああ、そのウェイクの、あウェイクの、はい、そうですね、はい、なるほどね。ちょうど先週ベルギーで、あのベルギーじゃなくてケベック、カナダで、はい、あのフランス語領土の第一卒業生が出たので、これで2回、まあ、その、あの特定のレベルをあの2回教えてます。すごいな、あのさ、もう悟りの時代に入っちゃったんですね。もう世界全体の悟りの時代です。本当にあの全てを思い出すっていうことで、はい、まあまあね、視聴者の方もね、多分スタート開いちゃう方もこれがいっぱい出ると思うんですけどね、これ、はい、実はもうそういう時代に入ってますからね、はい、あのだんだんやりやすい時代、うん、そうそう、結局その悟ってる方がいっぱいいるってことは、そこからすると悟りやすいってことなんですよ。100匹の猿の方法、ね、だからそれがありますからね、はい、だから道をつけてくれた方がいっぱいいらっしゃるんで、はい、もう今からやる人は、まあ、結構楽だというかね、まあ、まあ、それでも大変かもしれないんですけど、はい、まあ、その時代に、まあ、入ってきてるってことですね。そうそう、皆さん行くんだったらみんなでバーッと行っちゃった方が、ね、楽ですよ。今の時代じゃないと分かれないでしょ、だって分かりにくいですよね。あの今の時代だからすごいその、うん、あのグループのエネルギーがありますから、そうそう、みんなでわーって行けちゃうんだけど、はい、他の時代でやろうとしたら大変ですよ、まあ、うん、これはね、あのエジプト時代の、ね、ちょっと1000年2000年遡ってたら大変ですよね、イエスさんの時代とか、うん、やっぱりまだまだ、そうそう、イエスとかにブッダはすごかった、だから一人で上がっちゃったのね、はいはい、それはもうちょっとその人じゃないからね、彼らはちょっとね、はい、今はほら私たち普通かどうか分かんないけど、ね、みんなで上がっちゃうと時だからね、そういう時期です、ね、みんなわーって上がっちゃうよみたいなところですよね、はいはい、だから本当にこの幻のゲームはもう終わったっていう時代ですね、はいはいはい、これまたこのタイミングである種一つのこのラインっていうのが悟るっていうラインですかね、わかんないんですけど、このラインがあるんですかね、ここまで言っといた方がいいよっていうラインが、いや、まあは言うのは、まあ 悟った人間まだあんまりいないんだけれども、はい、あのまあ、まず目覚めですね、だからウェイクにまず目覚めで、はい、そのスタートラインにまで行かないと、まあ、その次の方まで行けないので、うん、まあその悟りの話もまだそこまでしてないっていうんだけれども、うん、要するに悟りっていうのはある最終的な目的地ではなく、その道のりだと、だからあの悟った人間も悟りのレベルでいろんなレベルがあると、うん、まあ出てますね、あ段階があるってことですよね、はい、で入ったところで、うん、まあ、あのそこからまたあの修行がありそこでも、うん、そのスタートラインにまず着いたらもうそこからが楽しい、逆に本来の人間が歩みに来た道、うん、だからそのスタートラインに行く前のここら辺で同じことを繰り返し繰り返し下落しながら繰り返し、ここまで行かないで本当だったらここからずっと行くはずなのが、ここら辺で何万年と過ごしてたから、あのサイバーモーの仕事言ってましたけど、もう何万年続けるつもりですかって同じことをそろそろ次の段階行きませんかっていうことで、あのみんなをそのスタートラインに勢ぞろいさせたいっていうのが、まあ、あので、その先はもう楽しい、なるほど、素晴らしい、まあ、はい、つまりあれこういうことですよね、この、まあ、山をこう皆さん登ってるんだけど、頂上の方に行くと楽しいんだけど、みんな山を登ってるってことに気がついてないんですよ、みんながね、はいはい、だから山登ってんだかなんだか分かんないから、はい、この山上がったり下がったりして遊んでるわけで、同じところをこう上がったり下がったりして、ね、同じ問題、同じ癖でまた怒ってみたりとかね、そうですね、を繰り返してるわけですが、
山登らないと、うん、ぜひね。でこれはものすごい機会だから利用しなさいと言いますね。で人間の体を持って生まれてくるのにはこの中間の次元、中間の世では8000年から1万年間待つと言ってました。だから今回失敗したらまた次の機会を与えられるまでまた8000年とか1万年待たなくちゃいけないから、そう考えたらすごくもったいなく思いませんかって。だから今の時期を本当に大切に、この人間の体もってこの世でしかできないこと、その段階をこの上昇することできるのはどうもこの三次元の世界でしかないらしいんですね。だからみんなそれを体験しに魂たちは来るんだけれども、それ体験しに来るのを忘れてしまって、ここら辺で同じところだけ繰り返し、だからこれだけ幅あるところ、ここだけでこうやってる。でやっぱりそのマスターから見たらもったいない。とても重要な場所にいるとは言えるんですよね、三次元っていうのは、はい、ある種学びをできる場所で、はい、何かきちんと学んでその悟って上がっていくためにいるっていうことではあるんだと思うんですけど、はいはい、それがみんな途中で止まってうろちょろやってるわけですね。そうです。ははは、それうろちょろやって何万年と過ぎてしまって、あ、何万年行ってましたみたいな、はい、ね、ぐるぐるぐる。だからそろそろははそろそろ次に行きましょうと、はい、そういう時代、そのように私は理解してますけど。なるほどね。まあちょっと過去いっぱいあると思うんで、ちょっと多分よ早く読めって言ってると思ってる人からいらっしゃるかもしれない。ちょっと見てみますね。あ、はいはい、ちょっと前行きます。はい、よいしょ。書き込み、あ、いっぱいありますね。今質問ありましたらね、書いてくださいね。読めてなくてすいません。大丈夫かな。正面を向いて話していただけると助かると。はい。あははは、ちょっと音を聞くしますね。そ、はい、ちょっともうちょっと取りやすくしますよ。はい、じゃあちょっとね、これぐらいでどうですか。少し大きくしました。あとなんだろう。よいしょ。聖者の方は本当にありがたいですね。なるほど。今日も映像を通してとても心地よいエネルギーが流れていますね。これは、レイコさんのことかな。いや、テディさんの。インナライさん、聖者の形だけではなく多くの人々の想念も同様に地球に影響を与えているということですよね。というか、はい、みんなのエネルギーが、まあ、みんなつながってますから。そっか、皆さんというかね、地球人類全員がやっぱり思い出していることが影響を与えているということですね。はい。ユーストリームの音声が小さいのでスティック君に聞きました。こちら音声がクリアです。小さくてごめんなさい。ちょっと大きくしますね。これぐらい大丈夫かな。ちょっと大きくしました。はい、ね、ちゃんと取れてないと申し訳ないですよね。ちゃんとね、椅子にも長いからね、うん、はい、ちょっと今音量大きくしました。カノンさん、一緒に楽しく上がりたいですよね、みんなで。はい。なるほどね。ナップさん、乗っかろうとか言って、そうしようとか書いてますね。はい。母さん、ケイさんかな、この世で霊格を上げるとあの世の階層が上がるのかな、あの世を快適に過ごすためにこの世で頑張っているのかなと思いました。まあそうなのかもしれないけどねえ。まあそれは好き好きなのかな。はい、ちょっとユーストちっちゃくてごめんなさいね。今お聞きしましたんでね。今日白根さんの何これ、湯釜を見に山に登ってきました。辛かったりして、綺麗だったり笑いだったり、頂上に着いた、そこは最高でした。登ってよかった、だから上がりましょう。なるほどね。ちゃんとシンクロしてていいですね、話がね。はい。あ、ちょっと待って。稲井さん、サイマーさんのようなペースメーカーが、いてくださると心強いですね。ああ、なるほどね。それはいいですね。
確かにそうですよ。ペースメーカーというかサポーターというかね、はい、いい先生がいらっしゃっていいですよね。マイセルフさん、みんな同じ山を登っているという考え方はメジャーな宗教では否定しますよね。あ、これね、この前もね、あのね、うん、あのね、言われたんだけど、これね、すいません、これ簡単です。悟るとわかります。悟るとそういうふうにちゃんと見えますから。うん、っていうか、頂上に上がらないと、今誰がどこに歩いてるかって見えないんですよ。それはほら、まあ、まあ何度も言いますけど、山梨県側から上がってるのか静岡県側から登ってる人もいるじゃないですか、富士山ってね、はい、だけど頂上に着かないと山梨県静岡県側が上がってる人は山梨県側から人が上がってるなんて分からないんですよ、うん、っていうことなんです。で上がっちゃうと、あ、なんだみんな山を登ってたんだって分かっちゃうんですね。それは登ってみれば分かります。私が保証します。はい、本当ですよ、私。保証します、私。上がってください、本当に。保証しますよ、僕。はい。上がったら分かります。でね、なぜメジャー宗教の方が、その山のやつを指定するかっていうと、残念ながら、ちょっと言っちゃうと怒られちゃうかもしれないんだけど、悟りまで行ける宗教っていうのは、そんなに実はないんですね。ごめんなさい。なぜかというと、宗教というのは幸せに生きるとか、目標がちょっと違うんですよ、その信者さんの目標がですね。だから悟りっていうところにフォーカスをしてないケースが非常にあって、例えば仏教系でもそうなんですけど、そのまあ元々そのね、お釈迦様はその悟るってことをさ、あの人間は最後悟るんだよっていうのが前提として教えの中にあったわけですけど、それはどっかに置いといちゃって、とりあえずまあ今の世界でまあ幸せになるどうしたら暮らせるかっていう教えにちょっと終始してしまってるところがあって、もちろんそれでも幸せになれるしいいんですけど、悟るとこになかなかいけないケースっていうのがあるんですよね。だからすごくそうするとですね、まあ、残念なことにその山モデルっていうか、その先の、うん、あのみんなが山登ってるんだよっていうのに、そのがあると その宗教者困っちゃうっていうかね、うん、っていうか自分たちは山登る方法を持ってないから、うん、その山登ってないよっていうしかないんですよ、うん、ってことになっちゃうんですよね。だからこれはねちょっとあんまり、だからその宗教者側の怠慢の問題もあるんですけどね、あのだからそんなもんないよって言うと楽ですよね、幸せを追求してる宗教だったら、うんうん、そういうことになってしまうんですよね。だからあの宗教もちゃんとこういいところもありますし、あのちゃんと上までつながってるところもあるし、途中までしかケーブルカーがその、まあ、ある種宗教ってケーブルカーですごく早く山登れるんだけど、その7合目とかね、そういうところでケーブルカー終わっちゃうんですよ。そこが問題なんですね。だからそのこれは宗教はケーブルカーだったって気がついて、その7合目に着いたらその上をまた目指さないと、うん、違うケーブルカーに乗り換えないと頂上に実は行けないんですね。だからその自分が属してる宗教がどこまであの上がれるとこなのかって自分でよく考えなきゃいけないです。でもそれはね、その宗教の一番上の方に行くと大体わかります。あ、これ以上上がれるのかなと、例えば教祖さんは本当に悟ってるのかとかね、そのちゃんと調べていくと、あの自分がどこまで上がれるかっていうのをだんだん気がつきますけどね、やはり教える側としては自分が立った立場じゃないまでしか教えられないから、うん、はい、だから私は悟りのことを教えられないし、それはやっぱりマーノの教えに従うことになりますので、やはり違う意識のレベルから物事を見るとなると、その意識のレベルに到達してないところからはそれを理解することも説明することもできないと思うんですよね。ちょっと戻りますね。すいません。まあ、ということなんですよ。ということなんですよ。だから今の教祖さんが実はあんまり言っちゃうと怒られちゃうんだけどね、7合目にしかいない人もいるし、8合目にいる人もいるし、9合目10合目にいる人も実はいるんですよ。でまあ簡単なあの判別方法なんですけど、じゃあその団体で悟った人は今何人出ましたかって聞いてみてください。例えばそうするとその宗教団体がどこまで
レベルが高いのかって大体わかるんですけど、ただねそこで嘘を言うところもあるんですけどね、この人は悟ってるって、悟ってない人をね悟ったということにしちゃうところもあるかもしれないですけど、ね、それはよく判別してくださいね、うん、だからね、あのある程度山の頂上に近づいた人っていうのは、あれ向こう側からもあるってしても、ちょっと見えるなとちらちら見え始めるんですよ。だからそうすると一つのところにこだわらず、いろんなところがこう、あっちはこういう登り方してる、あこっちの人はこういう登り方してるぞと、こっちの団体はね、うん、とかこの先生はこういう登り方してるぞと見えるようになりますんでね、そしたら他の先生のやつもちゃんと見てですね、それを参考にして上がっていただくと一番いい上がり方ができるのではないかとディディは思うんですけどね、うん、はい、はい、ね、ここはちょっと今日真相の話をしてますけどねはい、もう怒られちゃうからね、このテレビ結構ねやばいやばいっていうかね本当のこと言うから怒られちゃうなでもあの本当にやはり時代が時代なので、ね、その頂上に向かっている人はとても多くこの地球には降りてきてると思いますの で, そ, です、ね、その真実というものはだんだんこう表にあの現れてくると、もっとそれを多く見られるようになってくると思います。うん、そう、でまあ例えば道元さんという人がいらっしゃいますよね、あの禅の道元さんなんですけどね、最終的な境地っていうのはね、自分の宗教さえも捨てなさいって言うんですよ、うん、それより上の境地があるから、うん、だから自分の宗教にこだわってるとその悟れないんです。実は多分ね、サイマーさんともそれやると思うんですけど、うん、自分のところ団体まあもちろんその愛してるけど、それを広げて全ての人類だとかみんなを愛するっていう意識の状態まで上がるっていうこと多分やると思うんですよね、うん、嘘ついちゃったからね、肩に嘘ついちゃったけどそうだ、ちゃんと読んでるからね僕ね、いろいろだから、まあ、そうですね、だからその、うん、一つの宗教団体が正しいっていうのはね、だ山モデルはありえないんです、実は、はい、うん、ね、まあは面白いことに、そのこの間もあのその話ちょっとしてたんですけど、はい、そのモリシャス島という島国で生まれてるんですけど、はいはい、1月にそこにあの私も行ってきたんですね。そのサイマーズは20歳のところの時に島を出てヨーロッパにオーペアと、そして大学のために出て行ったんですけれども、その38年ぶりにあの戻ったんですね。それその時にあの同行させていただいたんですけれども、うん、あの最初に私2、3日遅れて着いたら、マーが私の島どうってあの聞かれた時、うん、ある意味では夢のような島なんですよね。だからあの宗教あの4カ国語喋られ、それで4大宗教も揃い、うん、みんながみんなを尊重し合い、みんながみんなを、うん、全然争いがないんですね。お互いの言葉もお互いの宗教も全部良しとして、うん、あの例えばヒンズー教のお祭りがあれば、みんなそのヒンズー教の寺院に来たり、うん、あのクリスマスだったらみんなキリスト教の教会に行ったり、うん、あのサイマ自身も聖霊を受けてたし、なんかそういう形でお互いにお互いにあのこう全て認め合ってあって、ただ違うあの表現の仕方だというふうに物事を見てたので、ものすごいハートの開かれた国なんですね。それでそう見てると、じゃあ、ま、なぜマーがその窓口に生まれてきたのかすごく納得したんです。それと同時に、まあ、サイマーになぜもう38年間戻ってこなかったのっていう質問に対して、マーはいや、この人たちはあの純粋な愛をもう知ってるから私を必要としてない、それを知らない世の中に私は出て行って、それを広げるそういう役割を持ってるから、ここに戻ってくる必要は私はなかったと、そう言ってました、うん、まあ、ある種そのモリシャス諸島っていうのは、はい、まあ、インドありますよね、インドの西の方なんですね、すごく、はいはい、そのインド洋のとこの島なんですよ、はい、そのインド本土からも離れてるところなんですね、すごくね、はい、だから日本から行くのちょっと大変だと思うんですけどね。で、まあ、そこはまあ、ある種天国だってことですよね。そうですね、そういう意味では、うん、本当にあのお互いに宗教とかあの人種としてとかそういうふうに贔屓する考えさえない、うん、存在しない、うん、そこにはすごく それであれだけ小さな国
まあ、独立国なんですけれども、うん、昔はフランス領土だった独立国なんですが、本当に独立してものすごく大学教育のレベルも高く、その独立国としてすごく全てが政治から全てがなんか整って成り立って平和に過ごしてるんですね、うんうん、すごくそれを見て納得しました。うん、なるほどね。ある種日本も島国なんですけど、まあ大きさでは規模が全然違います、ね、ちょっと大きさが全然違います。1億人いますからね、はい、だからまあもうちょっと頑張って日本もですね、その全ての宗教が尊重されあって、まあ宗教以外のスピリチュアルもですね、いろんなものも尊重し合ってですね、人種もね、いろんなこう地域とかどこの出身だとかなしに、男女の差なくね、尊重し合える世の中になるといいなと思うんですけどね。サイマンも今ではもう口頭でいろいろ教えはしてるんですけれども、はい、最初の頃は本当にそうやって、まあ、ある意味でサイマンのアシュラムで教育を受けたまあだったから、要するに静かに沈黙の状態でダルシャンしてたことが多かったんですね。で逆にアメリカだったから、そのスポンサーの人が来て、アメリカ人はお金払ってきてるからちょっと教えを言葉を出さないとなんかみんな満足しませんよって言われて、それで少しずつまあの知識っていうものを人々に広げ、そしてやはり西洋だから東洋では割とすんなりと自分の育ちの中で分かってるような人徳のこととかいろいろが自然と、もうインドだったら全然そういう教えしなくてもみんなもう生まれてからそのなんていうか神に対する信愛とか無条件なる愛とか、その神を信じる力とか、うん、そういうものも身に染みて持ってるから、逆に西洋に行くとまずは神の存在をちゃんと証拠で見せてくれって始まりま、そんな感じのところがありますからその教えからどんどん入っていってたんですけれども、見せてくれって言われてもある意味では今度逆に日本っていうものは完全に、まあ、インドみたいな東洋でもなければ、うん、でもかといって西洋とまた違う、全て理屈で説明しなくちゃいけない西洋とは違う、やっぱり国民から自分の中から分かってるところも、その神聖なるものというものは何かという理解も本当生まれ持って持ってるものもあるので、またまあ日本に来るときちょっと全然違う形で来られるんじゃないかなと思って、だってインドに行くと本当に全然教えしないで本当にダルシャンっていうのがメインなんです ね、 なるほどね。それインドに行くと何百万人とまのところ来ますから。でちょうど日本に来る時の話をしてたら、日本にまあどういう形で日本に来るかって言って話してたら、そのマーが、私はものすごく日本の皆さんのことが心からみんなに会いたい、その日本の今のその地震以来の大変さを本当によく分かってる、だから日本には教えに行きたくない、日本には本当にみんなにダルシャンをあげに、本当にみんなできるだけ多くの人が私のところに来て本当にその自分が愛されてることを知ってほしい、そういうそのために行きたいとマーが言ってるので、今ちょうど別の事務局、それも今日の話でだったので、事務局で今一生懸命その形を作ろうとしてるところなんですが、はい、多分形としては日本に来年の5月11から13日まで日本に、まあ、やっと来日が決まりましたけれど、その時が本当に今できるだけ多くの方々が、その費用とかそういうんじゃなくて無料で来れる状態を作る方向で一生懸命ちょっとこっちで頑張ってますので、はい、皆さん声かけ合ってぜひ来てください。ただ本当にマーに会ってそのマーからの愛を受けていただけたら何よりかと思います。それだけのためにマーは来たいと言ってますので、はい、ぜひ皆さん来てください。
まあまあ、同じインドの聖者比べてしまうのなんなんですけど、はいはい、よくアンマーさんっていうね、はいはい、あのハグの聖者が日本にも来られますし、はい、まあ、アンマーさんも世界を回ってらっしゃいますよね、はいはいはい、で、まあ、アンマーさんと比べるわけじゃないですけど、そのやっぱり個性が違うわけですよね、うん、まあ、そうですね、個性もあの試練も違いますので、はあはあ、でアンマーとまあは、まあ、友人同士なので、なるほど、はい、お互いにそあのサポートし合ってますんで、うん、よくまあもうあのアンマンの特に自分の弟子を送ったり、はあはあ、あのまあもうアンマンのとこ行ったりあのしてますけれども、そうすごいレベル高い人って、そうなんです、知ってます、あのね、あのレベル高い、その禅もそうなんですけど、禅とかのね本当のすごい人っていうのはね、自分の弟子をね他の先生とか送っちゃうのもうあっち行って勉強してこって、それできるんですよ。だからあの怪しい宗教団体は自分とこしか正しくないってね、弟子出さないよね、外にね。だからそれはなぜできるかっていうと、その先生が真理を知ってるから、はい、そいつはあっち行った方がいい、勉強になるっていうの分かってるから出せって、うん、でまた戻ってくるかもしれない団体は分かるから、はい、しかも別に手放したってあっちで悟ってもいいんですよ、そのね、聖者はね、別に自分の手柄にするつもりもないし、はい、その相手が悟ればいいのであって、その自分のとこで囲い込もうと思ってないからどんどん出しちゃうんですよ、弟子をね説明しました。まあは弟子は苦手だって言ってます。ああ、なるほど。まあはマスターが欲しいと、あの本当に自分、あの独立で自分の本来のマスターである自分に目覚めた人を周りに置きたいとよく言います、うんうん、あのエネルギー的にも大変ですよね。そのあの仏教でね、あの今日ちょっとまた深い話しますけど、仏教で仏像があるじゃないですか、はい、で仏像ってまあ、あの一つの、まあ、小さいお寺だったら一つだけ本尊ってあるんですけど、大きいお寺になると脇地って言って、こう周りに菩薩さんとかね一緒にいるじゃないですか、はい、つまり一つ真ん中にいるメインの如来様とかね、そういうのをの意識をサポートするために周りに菩薩がいて、はい、エネルギーを下げないようにしてるんですね、実は。そういうね配置なんです、本当は、はい、そういうのはそういう意味もあるんですから、実は、うん、だからね、やっぱり悟った人とか意識の高い方っていうのはね、やっぱり同じ意識の高い方といないとですね、エネルギー保持が大変なのね。だから ある種ほら人ってほら 神的にすごい人のものだから、例えばすごくマイナスエネルギー的な人がいたとするじゃないですか、はい、それがマーのそばに行くと困っちゃうよね。あの、そう、まあ、まあ、宮崎アニメで言えばたたり神みたいになっちゃうんでね、そう、ああたたり神来たうわマイナスエネルギーで落ちるよみたいな。いや、マーはやっぱりあの仕事が世界全体の目覚め、世界全体のごめんなさい悟りなので、グローバルエンライトメントなので、はい、そのためには私一人で到底じゃないけどできないとマーは言ってます。うん、周りにの人が目覚めれば目覚めるほど、あの早くその、 あの次の段階に、はい、みんなをあのこう上昇させていくことができるので、できるだけ多くの人を早く自分の真の状態に目覚めてもらって、その方向に持っていきたい。それがあのだからマスター、本当に自分のマスターになって本来の自分を早くいち早く思い出してほしい。そして他に前に言ってたのは、やっぱりあのそのぐらいの同じレベルの意識じゃないと友達になれないから、寂しいから友達欲しいから、うん、話が合わないんだよね、はい、そう全然違うレベルで話して、成人の問題は話が合わないんだよね。そうだからインドに行くと聖者が多いから、お互い聖人同士、聖者同士が一緒になってあのいて楽なんだけれども、うん、そうじゃないとこに出ていくと他の人みんな悟ってない、そういう時悟ってるとやはり話が釣り合わないんですよね、うん、そうですね。だから今日ね、可愛い女の子がいてなんて話絶対しないしね。あ、今日料理がうまかったとか、そのね、あのシェフがなんかうるさかったとか、あのうちの嫁は愚痴ばっかり言うのよみたいな話絶対しないですからね。そうですね。まあ、極端例ですけど、今ね、はいはい、全然違いますね、やってる。だから、まあ、アマチの話に戻ると、まあ、あとアマチは目的は
もちろん同じ方向で人の癒しとありますけど、まあまあまあが言ってるのはその世界全体を悟りの状態に持っていくと、アマチュアは本当に人の癒し、人に愛を知ってもらう、その癒し の気持ちを持って、本当にハグを通して一人一人をこう癒していくという、まあ、素晴らしい視点を持ってます。まあよくアマチュアさんの、まあ、ちょっとこれアマチュアさんの話になっちゃうんですけど、そのあそこでね、こう、なんていうかな、まあ、弟子っていうのかな、なんか、神言っていうか、もらえるんです。マントラもらえるんですよね。はい、マントラもらったら、違うとか行かないでくださいねって書いてあるんですけどね。それはそれはちょっと違う意味なんですよね、あのね。多分エネルギー的にごちゃごちゃになっちゃうから、それは避けてねって意味なんですけど。よくマスターたち言うのは、別にどのマスターを選んで、自分に、自分の道にふさわしいマスターを選べばいいから、選んだらあとはそこに集中しなさいとよく言いますね。で、マーは時々、自分の弟子をアマーのとこに連れて行ったり、マーが言うのは、このマスターたち、ヤマチみたいないろんなマスターたちを世の中ですごい仕事をしてると、だからそこに行って逆にサポートしてあげなさい、自分のエネルギーを上げてサポートしてあげなさい、で私マーのところに戻ってマーのところで補給して世の中に出てそうやって仕事してるマスターたちをサポートしてあげなさいとマーは言います。あ、そういう言い方もあるんだな。なるほどね。わかりました。まあ、書き込みちょっとまた多いみたいで、ちょっと見てみますね。はい、すいません。ちょっと遠くなんでね、書き込みがあるのは読めるんですけど、ちょっと見えてなくてごめんなさい。はい。結構明るいんだよな、これ。ちょっとどこら辺かな、うん、いっぱい書き込みあるね、今日ね。読めるかな、うんそっか、山の話もです。いやレイコさんはヒンズー教徒なのですかって、これはヒンズー教徒というよりは、マーのお弟子さんっていうのが正しいんじゃないですか。はい、あのね、ヒンズー教徒も何もなくなる悟ると関係ない。ママ自身 のメインに、まあ、サイマンはヒンズー教徒の家族で育ってますので、ヒンズー教を教えを結構基盤に置いてます。あと、インドではものすごく認められている聖者なので、そちらの建前上、そのヒンズー教のいろいろ習わしとかに従ってます。ただ、西洋に出たら西洋なりに教えとかそういうものも行ってるし、いろんな宗教とか、すべての宗教をこう取り入れて、インターフェースって言って、で他の宗教を否定することもなく取り入れてますので、まあ、私自身はヒンズー教というよりもやっぱりマーの弟子ですね。で、格好違うでしょ、いつもの白を着てないんです。それにも意味がありまして、今は世の中に出てもっと教えるようにマーから私の方も言われましたので、実際弟子であることと尼であることのことは変わりませんけれども、外向けに少し違う、ここで1時間ちょっと経ったんですけど、まあちょっとディクシャーの中ですね、ここ申し訳ないです、ちょっと勘違いして、このあとディクシャー見てる人全員にですね、ディクシャーのエネルギー伝授ありますのでね、見てください。ちょっとここから音声が、ね、ちょっとすごく申し訳ないんですけど、ちょっと音が、悪くなってしまいます。録画の関係でちょっとうまく撮れなかったので、申し訳ないんですが、でもね、すごく内容、いい内容を話してますので、ぜひ見ていただければと思いますんでね、ちょっと我慢していただいてですね、見ていただければと思います。はい、まあ、ちょっと聞き取れない方はちょっとボリュームを高めにしていただいたりとかですね、ちょっと工夫をされてですね、いただければと思います。それでは続きのあと、何分ぐらいでしょうね、よいしょ、あと多分そうですね25分ぐらいだと思うんですけどね、はい、ありまして、それを送りさせていただきます。はい、ちょっと待ちくださいね。よいしょ、もうちょっと、はい、続きのところからいきます。
ユーストリームをユーストリームで配信するからよくわかんない状態になりますが、ユーストリームですね。はい。こちらです。はい。違うかも。これでいきますね。申し訳ありません。一つのところを目指しながら、それぞれの方法で登っていると思えばいいんですか？これ山を登っているんですよね。これはその通りですね。とりあえず自分のスタイルで登っているということですね。自分のスタイルでいろんなスタイルですね。これ真ん中ぐらいだな。でも意識のランク付けを始めたのはアリア人が大統領して、あ、まあいいや、これ置いといて、ちょっとすごく、パシマスわかんないな。自分の身って大切ですよね。はい。はい。すいません、ちょっと、悟りはですね、理屈じゃないんですね、実は。境地なんですよ。理屈を超えてしまいます。だから、理屈で質問、理解しようとしても分かりません、実は。一番いいのはそこに行っちゃうことが一番分かりやすいです。つまり、頂上に登ってしまえば全部分かっちゃうので、頂上に上がる前に理屈をこねてもしょうがないっていう感じでしょうかね。まあ、例えば自転車ありますよね。自転車乗れないときに理屈をこねて自転車はペダルがついてて、ハンドルがついてて、ブレーキがついてて、それをちゃんとうまく使うと乗れるんだよっていう、説明をしててもしょうがないので、まず乗っちゃえばいいんですね、自転車に。で、そうすると乗り方わかるじゃないですか。それにちょっと近いんですね。乗っちゃったらもうわかっちゃうっていうね。で、体で覚えるしかないじゃないですか、自転車って。そういうとこはありますね。皆さん、これ説明してるからいいね、この山のとこね。マコティーヌさん。既存の宗教は往々にして、他人の道を行く、他者の手法に依存するという方法に、言いがちなんですが、実はそれは意識のトリックですと書いておきましょう。おぉ、なるほどね。いいですね。ゆうささん、これからの宗教は変わりますよ。ふわったらの神ありきではなくて、人ありきの宗教になるでしょう。これちょっと僕もね、可能性あるなと思っていて、思ってますよ。ちょっとだんだんね、宗教自体の人たちも意識変わってきてるから、どんどん上がってんですよ、実は。だからね、競争もちゃんと上がらざるを得ないんだよね、本当はね。でも、競争、多分、自分が上がれないと、そこで宗教、その宗教が潰れたりしちゃうと思うんですけどね。意識のランク付けは、侵略や支配のとは無関係でありません。それはちょっと違うんだな。宗教という枠はなくなるでしょうか？意識が上がった人にとっては、枠はないですね。意識が上がってない人にとっては枠があるっていうか、登山ルートは一つしかないと思ってるから、枠があるように感じてしまうでしょうね。私が答えておりますけど。どんどんいきますね。おもどきはいいですよね。すべての宗教は一つという意味で。スピリチュアル的発想と近いと思いますね。そうですね。成長の家もそうですね。一つって言いますよね。あの教えは正しいですね。まあ、大本教、まあ、成長の家さんとか、チャレンジングっていうことを言うと怒られちゃうんですけど、まあ、ご神託で出されてる教義のものなので、あれ自体はすごく正しいものをいっぱい言ってるんだと僕も判断して、見ております。はい。という感じですね。5月は東京ですね。5月東京ですね。東京と札幌と、あと福島に行ったと。ああ、そうですね。うん、そう。〇〇教という枠組みは今後どうでも良くなってきます。そう。意識が上がるとどうでも良くなっちゃいます。そう。まあ、その人があるレベルにたどり着いちゃったときに、だから富士山登ったときに、登り切っちゃったら、山梨県側から登ったか、静岡県側から登ったかって、関係ないでしょ。静岡、だから富士山登っちゃったってだけでしょ。
そういうだけの話なんで、どういう過程を通ったかはあんま意味がなくなります。はい。ということですかね。質問全部考え、読めましたですか、ね、ちょっと、匿名非常に多いのでね、申し訳ないんですよね。稲田さん、宗教の中で目覚めた人たちの交流や協力が各地で始まっています。それはね、そうっぽいんですよ、どうやらね。だんだん増えてますよ。マコーティンさん、メジャーじゃなくてもいいんですが、大切なのは、各家が気づいていくことで、各々が気づいていくことで、誰かにこれは大切だということをホーム返しに言うことではないですよね。私の接しているアウェアスカではワークは常に個人のものです。ああ、個人っていうね。そうですよね。というか、悟りはね、本来は個人のものなんですよ。まあ先生はいるけどね。その人が上がるしかないんだもん。だって富士山のものその人が上がらなきゃしょうがないでしょ。先生が富士山登ってるの上がって、ああ、すごいですねって言ってもしょうがないですから。自分が富士山登らなきゃだな。先生、もしくはコーチかというと、だいぶ楽になった、うん。そうそうそうね。こういう装備持っていけとかさ、あとこういう。こっちの方、道を歩き楽だとかね。それはありますよね。だからそれは、アドバイザーとしてはね、先生はすぐいた方が便利ですよ。まあ、独学で登ることもできますけどね、もちろんね。それはもう、もうお好きな方法を取っていただければってことですね、はい、皆さんね。はい。北海道にも来ていただかった。行きたかったな。あ、札幌行きます。札幌行くそうですよ、5月。はい。5月、はい。はい。とりあえず読めました。読めたことにしました。すごく書き込み今日多いんでね。はい。今日も多いんですね。すごいいっぱいいますよね。まあ、まあ、45人ぐらいですかね。あ、スティッカーの方がね、うん。はい。ありがとうございます。そうですね。連絡先、はい、連絡先言います。まだ、はい、本当にここ2、3日。まったばかりでまだ会場とか何も決まってないので、これからいろいろ細かく決めていきますが、一応決まった段階でそのワードプレスブログの方のサイマージャパンドットワードプレスドットコムか、サイマージャパンで検索してください、出てきますから、はいはい、そちらの方に決まり次第載せます。もし手紙でしたらインフォアットサイマー SAIMAA.jp それでメールを受けてきます。はい、大丈夫、サイマージャパンでとね、はい、絶対ホームページ出てきますから。そうですね。はい。出てきますので、あと、そうですね、ここをちょっといろいろ決めてるサイトなので、なんか人たちがいろいろ決まってくると思いますので、決まり次第、全部発表しますので、はい、ぜひぜひ来てください。あと、こちらなんかね、今本出てますからね。これはね、太陽出版さんから、典型の花びらという、ね、あ、グレースの花びらでいいのかな、典型の花びらなのかな。典型の花びら。はい。ということで、こちらの本出てますので、これ、よかったら参考になりますので、読んでいただければと思います。これ一冊ですかね、本でやってたいと思います。そうですね、本当に今、やってる最中です。あと、はい、この、あれ、サイマーの、ビデオかな、ブレインイルミネーションという、まあ、脳くんみたいな、はい、ブレインイルミネーションという、はい、これはサイマンのワークで、サイマンのワークの、まあ、大半、エネルギーのマスターだと言いましたけれども、この悟りの道の上で一番重要な焦点をその脳のに置いてるんですね。だから我々の、まあ、人間界のいろいろな癖とか考え方とか、そういう波動を脳に全部集中して置かれてるので、脳に光を持っていくことによって、どん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 、その低い波動のものを高い波動のものをどんどん変えていくことによって、その悟りへの道がすごく早めることができるという、そのマーの教えの根本的なんですけれども、その中で2つ、大きなツールがあるんですね。一つがこのブレインイルミネーション。脳にどんどんこれで自分でできる瞑想で、この映像を見ながら、この映像を毎日40日間見るだけで、それがすごく活性化されて、脳にある光をこう定めることができます。
と、もう一つはそのリクチャートレーニング、以前も教えているテレビなんで、リクチャートレーニングの映像を作らせていただいているんですけど、それも、当時は、キークソンかな、キークソンで作ったんですけど、昨日、おととい、15分でやりました。だんだん短くなってきました。はい、そのリクチャートレーニングというものも、それをインフォアットさんがちょっと提供で、こちらのビデオも含めて、ね、データでも参加していただきますし、あと、熟成トレーニングの時間とか、そういうものも分かりますので、熟成は、2人を脳に入れる設定で、どん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 、現在の次の設定にしておくと、脳の中の2人の出会いを、本当に妥当なエネルギーで高めていくことができます。あのビデオを見ることは、はい、そうですね、ただしそのビデオが行われた後に、8月にちょうどそのパワーアップしたんです。あ、そうですか。じゃあ流しましょうか。今やります。パワーアップですか。エネルギー流しますよ。やります。だから今やりました。やったアフターフォロー付きでした。あれでした。やりますよ。リクチャートレーニング。ショートバージョン。あ、いいですか。いいですよ、はい。お願いします。よろしいですか。はい、皆さん。そしたら、パワーアップしたから。そしたら、そのリクチャーの、新しいエネルギーを今流しますので、はい、流したあ皆さん受け取っていただいて。これね、すみません。これね、自己責任なんで、今説明しておきます。今から、伝授されちゃいますので、受け取りたくない方はテレビを切ってください。すみません。自己責任ですよ、はい。見た方はそれは自分が受け取ると判断したと判断しますので、よろしくお願いします。はい、今からエネルギーを切っちゃって、伝授されちゃいますので。はい、前のディクタチェーンに受けてる方は、もうこのままで、はい、この次の段階のディクタのエネルギーになります。最初の方でもこれ大丈夫なんですか、ね、はい、最初の方でも大丈夫です、はい。で、やる前にちょっと短く説明だけします。このディクタっていうのは、古代からインドのセイジャーが先生から自分の弟子へと伝えていたものであって、弟子がある程度成長してくると、その新しい光を脳に入れることによって、次の段階に連れていっていった感じですね。そうやって、どん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 、その自分の弟子、自分の生徒の光への能力を高めていったわけなんですけれども、それを、今まではもう何千年、それ新しいものでは絶対ありません。それも何千年何千年ともう存在するものですが、ただ先生によってみんなそれぞれ特定のエネルギーが出てきますね。で、サイマーの場合はこのサイマーディクタっていう特別なサイマーの系列のエネルギーなんですけれども、サイマーの仕組みが世界全体の悟り なので、そのディクタ自身の悟りへの波動が入っています。で、今までの以前のディクタのエネルギーは、はい、波動の、ごめんなさい、悟りの過程を始めるための最初のきっかけ作りのエネルギーだったんですが、8月からもこの2012年に向かって、もっとパワーアップしなきゃいけないと、まさしく悟りに向かってのエネルギーに変わりました。いろいろこっちゃかしないよ。上がっちゃうから、いろいろこっちゃかしないよ。嫌な人は切ってってことね。はい、そういう意味で、とても、物体はいろいろ。強い波動なので、はい、どんどん、これはどんどん、誰にでも上げてもいい。人間でも動物でも、植物でもできるということで、どんどん上げて、それは、人から人へと伝達されるものなので、ちょっと、まず形見せますね。あ、はい。ちょっと、よろしいですか、鈴木さん。この形、親指と相合を軽くつけて、丸めて、はい、人の脳に。はい、いや、よろしいですか。ちょっと、はい、ちょっと、座ればいい。そうです。ここ座ればいいね。はい。それで、こういう形で、最初は、そのタイマーの、こっちの系列のエネルギーをつながって、タイマーのエネルギーを来てもらうんですけれども、はい、伝達、今から送りましたので、その時に、それつながりますので、それでその時つながって、軽く親指と親指をつけて、1センチぐらいまで浮かせるんですね。浮かせて、あと、頭にこう、引き寄せるね。
この桜が浅いに当たるように伝統ように光が流れているので、こういう形になります。で、自分上げる方は自分が決まってた文字のないようにバッと浮かせるようにできるだけこの相手に使う、あんまり遠くなるところを書いてないので形で軽く押さえられるように、これがメインですね。最初と最初に本当に相手に感謝の気持ちでお辞儀をするんですけれども、それは本当に相手がいているからこそ自分のデジタルを支え上げることができるということで、相手の方に感謝の気持ちで相手に感謝の気持ちで感じていると。今入りました？入りました？はい、入りました。入りました？今意味なかったような気がするんですけど大丈夫ですか？伝説の方を映させていただいていいですか？はい、よろしくお願いします。はい、そして、伝説するときに本当に自分の心の中でその系列とかサイマーに対する、これはサイマーが世の中での贈り物なので、今回その気持ちで伝説を受けてください。そして、マーが言うというのは、これはマーが世の中での贈り物なので、それは一切お金を高まりで無料で皆さんに誰にでもさせていただきます。で、一旦このように伝説を受けて方法も習った方々は皆さんに伝説して教えていくこともできます。どん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 伝説を受けてください。そういうことでしたら伝説の方にありますので、ちょっとそのまま軽く体を楽にして私の手に見てる方全員入りますから、一、はい、人でも見てる方は大丈夫です。行きます。ここでちょっと皆さんに演奏していただきますので、一人の方はこれ遠隔でもできますので、遠隔の場合は相手の頭をここに想像して言ってあげることもできますし、それもしくはその中で静かに心の中に入って、自分の一人の手が相手のところに行くのを想像して、一人の手が相手のところに行くということを想像して、その新しいレベルでもできたら、自分と考えてなく、どんどんやってくださいということで、すべての必要になっている課題になります。はい。よろしいですか？そしたら、一緒に、どなたがいる方は、変わってください。そして、一人の方は、どなたかに、
僕がやるんですか？ちょっと指の形見てなかったんですけど、こういう感じで。もうできたんですけど、もう、こうやって触れただけで、見たっていいですかね。これでもう自動的になるようになってくるんですか？タイマーか、そういうの作られてたんですね。なんか能力がついちゃったみたいな。不思議な力。ありがとうございます。なんか僕もあったかかったですよ。これで愛、今の愛と光と波動をどんどん広めていってください。皆さん、広めていってください。まあ、ただ使ってくださいって言ってます。受けた方は。来年5月に回ってますので、また会いましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもどうもありがとうございます。体験してみてください。来てくださいね。みんな連れてきてください、ね。いっぱい書いてある。なんか見えてる人いますね。黒龍神さん、面白い。前頭葉に光の玉が入ってきて、中でスパークした。なるほど。今一人なので、ぬいぐるみを相手に見立てやったんですが、それとも OK ですか？生きてるかね。前にいた人には入りましたんで、手が乗っかってなくてもね。それは大丈夫です。はい。大丈夫です。かのさん、ありがとうございます。広げていきます。マールさん、手が熱くなりました。なるほどね。ニナナイさん、お会いできることを楽しみにしています。はい。皆さん、ありがとうございます。今日も意識の高い方多くなっていただきましてね、ありがとうございました。ナポさん、動物も OK ですかって書いてます。あ、OK なんだ。はい、ね、どうもありがとうございます。はい、あざったですね。はい、ということで、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。はい、それではどうも、今日はジュリーさん、Gリーグさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼いたします。はい、皆さんもどうもありがとうございました。さよなら。今日は、川崎なのでチャットは僕はありませんので、他の方のよかったらね、アフタートークされてください。失礼します。はい、終わったと思ったでしょ、皆さん。すいません、今ね、裏でね、その、デューイさんとかっていうかね、その関係者の方にちょっと連絡取りましてですね、お話したんですね、実は。ちょっと器用かな。まあ、それでですね、これ、あ、そういえば、ちょっと番組中にも出てきたと思うんですけど、こちらですね、ブレインラスイルミネーションというソフトがありましてですね、これ、サイマージャパンさんから買え、ホームページから買えると思うんですけど、サイマー、
で、それサイマージャパンですね。サイマージャパンで検索していただきますと出てきますので、よかったら、買っていただければと思います。これちょっと見てみようかな。ちょっとだけね。これこういう感じで入っておりまして、はい。裏表はこんな感じですね。あのディクシャーは皆さんにこう、あの余談ですけど、さっきのディクシャーなんですけどね、どんどん伝えていくことができるので、ね、もう伝授されちゃった方はね、あのそのままこうやって やっていただければですね、伝授できますんでね、もしよかったら知ってみてください、はい、ちょっと DVD をねちょっと見てみますね。おお、はいはい、よいしょ、おっ、さて、ちゃんと流れるかしら、流れると思いますけどね。今録画放送なんでね、まあ、これ生放送のやつを編集してあの番組したんですけど、ちょっと音声の問題があってね、この後で見た方もちょっとおまけがついてる、これはこれ本放送にあるないところですから、これ、はい、ちょっと今日濃いこの番組になっちゃってますけどね、内容濃いですよ今日はね、いっぱい盛りだくさんで、出してもいいというのがあったので、ちょっと一部だけちょっとお送りしますね。これかな？これちょっといきますね。はい。ちょっと全部はちょっと紹介できないんで。The light in your heart chakra, Mother Divine, Grace.Conscious evolution. The breath in your thalamus, bright white light, transmuting all energy which is not of service today. Hypothalamus. Expanding light in that pituitary gland. Waves of divine consciousness.Your hippocampus, release all its fear. The magnificent pineal gland, pulsating its light and growing, activating the occipital chakra. These chakras are the antennas to the spirit world. Your magnificent parietal lobe,
pulsating light, vibrating in the temporal lobe. The magnificence of your presence in your frontal lobe, the I am light. Energize, activate, anchor, establish in the midbrain the power of the presence. The power of the presence. Inhale more. Keep your eyes on the screen now and feel that pulsation, that Shakti activating, activated in your cerebellum. Feel, absorb that Shakti. Move, be a movement in creation. Movement. And the violet consuming flame. And the light of creation, the prana of God, the breath of God. The breath of God. Shiva Shakti. In the left and right hemisphere, activating its light. Mother, Father, Creator. God. Self. The light. Relax the breath. Breathe with your eyes, with your brain, the violet consuming flame. Allowing the light to pulsate. To pulsate. To vibrate. Waves and waves. Divine consciousness. Create your conscious relationship with the divine through the cave of Brahma, the third ventricle. Waves and waves of light from the center of creation, from the womb of creation. The golden light, that Christ consciousness. And remember, Christ is not only about Jesus. You are a Christed being. Breathe that in your brain. The great central sunlight. Activate the alchemy of light with human flesh. Instantly, take a deep breath. Inhale that Shakti and build a cylinder of divine light, pure light, high frequency light of all dimension into your physical body. Pour that liquid love with gratitude in your physical body. All chakras shines in that column of light, cylinder of light, pulsating life, life of Mother, Father, Creator, life of the great Kundalini Shakti in its Eden Pingala. Ma, Kundalini Mata, Kundalini Ma. Allow these chakras to be activated, energized.
pulsating with life, the life of God. There's only one life stream for ascended masters, cosmic beings, legions of light, angels, archangels, seraphim, cherubim, devas, devatas. One stream of light, and this is in you. Inhale that life in your lungs. In your heart muscle. Honor and be grateful to that light pulsating. So now fill your whole being, all the organs and glands, chakras, subtle bodies, auras. With each cell activating in its light. We work with the subtle bodies of each cell, pulsating light, atoms, molecule. Inhale and offer gratitude to the mother cell. Nurture this cell with your liquid love, infinite. Pour that light and love in your DNA, activating the original template of the God that you are. You are the living God. As self, as presence, as I am. You are a living God. Allow the living God that you are to reveal herself, himself to you, itself to you. Love, source, life, you are. The great Mahavakya, I am that I am. Activating that alchemy, divine human, in the liquid love of life. The speed of love. Activate now that liquid light of I am life, I am resurrection. See yourself in your own grid of light, your individual grid of light. Dissolving into